いどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はね、こちらタウンホール12とのアタック、ご覧いただきたいと思うんですけども、本日のテーマはあんまり考えすぎない方がいいよっていうところです。ただね、誤解しないでいただきたいのは、全然考えなくてもいいよってわけじゃないんですよね。じゃなくって、あまり複雑なことを考えすぎても良くないよっていうことを、お伝えしたいということで、今日の、ね、動画を撮っているんですけども、まず1本目、見てもらいたいのはね、私のこのアタックですね。こんな感じの回廊陣です。で、プランとしては、ここからこう、食い火をね、歩かせていって、どちらに流れてもいいと思ってるんですよ。どちらかに流れていった方向から、これね、壁を事前に開けておきの、仮に、この12時方向にこう流れたとした場合には、ババキンをこう入れていって、で、ここからウォールバスターをガーッとね、通していって、中央を制圧しながら、残りをこうコウモリでぐるっと回すと。そんなようなね、プランになってます。なんですけども、見てもらって分かる通り、ここからクイーンが壁の中に入っていくんですが、だいぶね、火力の集中帯をこう突き進んでいるわけですよね。なんで、もう序盤で速攻1個レイジを使っても、もう体力がきつくなってきて、クロークもここで使わされちゃうということになってます。で、この後さらにね、もう1個、ここでレイジを使って相手のクイーンを突破していくんですが、注目してほしいのはこの防衛円群、あとシングルインフェルノタワー。これにね、この後完全に捕まってクイーンが落ちちゃいます。フリーズは1個持っていったんですが、全然足んないですね。これじゃもうどうしようもなくって、このまんま、相手のアイスゴーレムに凍らされちゃって、その間に、シングルインフェルノタワーによってクイーンが落ちるという格好ですね。ちょっとね、ここのシングル IT の不覚は回避できるかなと思って、ちょっと高をくくってたんですけども、防衛軍に、いい感じでこう捕まっちゃってね、シングルに見事にこう持ってかれました。ここは黒クを残しておけばよかったんですが、序盤のね、高火力帯であっさり黒ク使わされちゃったんで、そんなことも響いて、もうこの後はね、コウモリを出していくんですが、それたり、トルネードトラップにやられたりと、してですね、このまま、残念ながら星2で終えてしまったという格好になります。で、今回のね、この私の攻め、見てもらって、思うところって、皆さんそれぞれあると思うんですけど、私自身一番思うのは、なんでね、こんな高火力帯、ここですよね、こんなところにクイーンをこう流し込んでいったんかって話ですね。本来、クイーンを使って高火力帯を突破していくっていうのは、やらない手ではないんですけども、非常にリスクが高いですよね。で、それしかないんだったら別にそれをやるしかもうないっていうかね、相手の配置がうまかったということで、それでいいと思うんですけど、今回の相手の配置だったら別にそこまで無理する必要はなかったんじゃないのかなっていうふうに思います。で、似たような配置なんですけども、回廊系のね、それを、今回綺麗にこう全開取ってくれたのがこのゴンベイさんですね。ちょっとこのアタックご覧いただきたいというふうに思います。プラン的には私と似てるっちゃ似てるんですけど、食い火をここからこう歩かせていきますね、3時方面に。で、途中からこうバスターを使って中にユニットをこう流し込んでいく。で、もうボーラーとかペッカーを一気に流し込んでいって、レイジとジャンプでゴリ押しするっていう戦法なので、で、私みたいにね、こう裏ユニットを使うなんていう、小技はあんまないですよね。こういうところもバルーンを使って、なるべく、クイヒーの、そのヒーラーたちが起こしないようにこう、バルーンを使って黒風船の解除をこう図っているというところですね。ただここでちょっとね、壁際にあった黒風船に見事にこう捕まってしまって、ヒーラーが一体やられるんですけども、でここからね、しっかりレイジウォールブレイカーで壁を殴り開けつつの、後ろからバスター、ちょっとこのね、バスターとウォールブレイカーのタイミング見るに、もしかしたら途中のバルーンは何体かね、このウォールバスターと出し間違えちゃってたのかもしれないですね。事故ってたのかもしれないですけども、ただ結果的にはこの格好を見てほしいんですけど、ヒーラーの後ろからペッカと、ここからまたボーラーも出てくるんですけどね、ヒーロー、キングが来て、ウォーデン来て、ボーラーが出てくる。みんなこうヒーラーを追い越すように歩いていってるじゃないですか。この格好ができたのが、本当にこの、ゴンベイさんの攻めを成功させた
すごいでかい要因ですよね。これも綺麗にこう、防火の形ができて、で中央トームを使いながらレイジーをかけてギガテスラを突破っていう感じですね。もう素晴らしい、あの絵に描いたようなね、なんていうのかな、こういう中央にこう島が孤立してるね、回路陣の、破壊の仕方なんですけども、まあ、ゴンペイさんこう見てもらって分かる通り、そんなに小難しいことってやってないんですよね。きっちりと、クイーンでちょっとちっちゃくしますね。クイーンを使ってこの部分のサイドカットをやっていくと、やっていって、まあ、この辺はライドラでこうカットしながら、あとはヒーラーとこうクイーンがね、こういる関係の中でダーッとユニットをこう一気に出していく、まあ、こんなような格好ですよね。そんなに奥深くまでサイドカットをするとか、まあ、難しい技術は使ってないんですけども、まあ、それでもね、防衛施設簡素級のこういった相手に最終的にはこれだけの余力を残して結構な圧巻の全開になってますんでね、むしろ途中でクイーンを中に入れるとかいうことをしない方が良かったのかもしれないですね、これを見る限りは。で、まあ、今回みたいにこうなんていうのかな、壁があんまり仕切られてないような配置って、クランレベルが、まあ、11、15ぐらいの方だったらまだまだ全然目にすると思うし、まあ、17、8ぐらいになっても、まあ、結構ね、こういう風に出てきたりします。で、まあ、そういう相手に対して、結構全開対策陣なんかに慣れちゃってる場合には特にそうなんですけど、考えすぎて無理な攻めをしてしまう、で結果的に事故って全開逃すっていうことにつながるよりは、なるべく、クイーンをね歩かせるときには、よいしょ、こんな感じですよね。今回ここみんなこうストレージなんで、表面にこう大砲とかね、ウィストとか、まあ、防衛施設があるですけども、この辺だったら全然クイーンを壁際歩かせられますよね。こうなっていくと少しね、このギガテスラじゃないわ、クロスボウが少し怖いななんて思ってね、まあ、壁の中に入れたりなんかすることを考えると、ダメージのその結構ね、もらっちゃう量が大きくなると思うんですけども、壁際を歩かせる分にはまあそんな問題ない。だったらシンプルに壁際をクイーンで歩かせて、壁の中は一気にね重量級の部隊で制圧しちゃうというね、そのシンプルな考え方っていうのが、やっぱりそのなんていうかな、こういうシンプルな陣に対しては逆に刺さるのかもしれないですね。ちょっと私の攻めは、まあ、無理をしすぎたかなというのがね、まあ、今回のこの2つの攻めを見比べて思ったところですね。で、余談なんですけども、まあ、今回私これ1個目攻めましたが、今になって改めて考えてみると、ここ、まあ、ここないしはここのがいいのかな、この辺っていうのを、まあ、ジャイアントをね、ここに1体こう投入して、ウィズ島のターゲットを取ってから、コウモリを一気に落としちゃう。コウモリですね、先打ちの。コウモリをこっちにこう、この辺かな、この辺にこう落としちゃう。で、一気に、わーっとコウモリで、この辺をこう制圧しちゃう。で、さらに、まあ、こっち方面ぐらいからかな。ヒーローたちを入れていって、キングとクイーンで横を削りながら、ここに対してはもうドラゴン部隊を一気に流し込んで殲滅するなんていうね。で、ドラゴンはまあこんな風に回っていくイメージですかね。こんな風なねやり方っていうのが、もしかしたら、まあ、この配置に対してはすごい全開取る、まあ、技として刺さりやすかったのかなっていう風に思います。まあクランレベルのやっぱりね、まあ、14、5ぐらい、さっき言った相手のクランレベルが14、5ぐらいだったら、クイヒーとかでね、かなり難しいことをやるよりも、先牛のコウモリとか、なるべくね、なんていうのかな、ミスの少ないような、戦術っていうのを使っていくことによって、より、事故らずの全開率っていうのが高まると思いますんでね。まあ、ぜひぜひ今回の私の、いろいろ、こう、こねくり回して失敗したこの例っていうのを参考にしてもらいながら、皆さんはね、こういう失敗をしないで、スカッと気持ちよく全開取ってね、対戦を勝ちに、導いてもらえたらなというふうに思います。はい、というところで本日はこの辺りで失礼したいというふうに思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、皆さんカンクラにもちょっとこう遊びに来てもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい、では本日は失礼いたします。バイバイ。